丸投げ丼、1998年、SF、パニック映画。未来の都市、宇宙ステーションとして知られる巨大な施設で、人々は平和に暮らしていました。ある日、突然ステーションが暴走し、すべてが丸投げになってしまいました。 暴走するステーションから逃げ遅れた一部の人々は、パニックの中で打開策を模索しました。主人公の子供たちもその一人で、彼らは工夫と協力をしながら、ステーションに残された人々を救おうと奮闘しました。大変な困難に立ち向かいながら、彼らはそれぞれの個性を発揮しながら危機を乗り越えていくのでした。 ようやくのことで、彼らは人々を救助する方法を思いつきました。意外な方法で、人々を脱出口まで案内し、見事全員を救助することに成功しました。その功績を称えられた彼らは、全宇宙に名を轟かせることになるのでした。彼らの団結力と子供たちの活躍によって、 人々は救われ、ステーションの危機は回避されました。そして彼らは、今後も新しい冒険に挑戦し、未来を切り開いていくことを誓い合ったのでした。おしまい。おは